あれですよね。ちょっと、ちょっと言い過ぎだったんですよ。え？今日言い過ぎなんですか？いやそんなことないですよ。この前も思ってたんですけど。次です。今回の動画はちょっと本当やばいよ。ちょこちょこコメントでも入ってると思うんですけど、なんかカメラマンが最近ちょっとうるさいとか言って結構コメント入ってるでしょ。うちのね、職人もちょっと最近カメラマン調子乗ってるね、みたいな。結構みんな言ってるんですよ。で、そこでちょっとカメラマンをはめたろうと思って。例えばさ、まあ俺が職人をいじってたらカメラマンを最近結構なんか突っ込むじゃん。で、それに対して職人がキレるみたいな。で、結構これマジで面白いと思うよ。無給の男、えっちゃん。まあ結構面白いと思うんで。でカメラマンちょっと本当にブチ切れて、まあ、一体どうなるか、もう皆さんぜひこれ最後まで面白い動画になると思いますんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。それではスタート。お疲れ様です。今日は、はい、久々に真面目な動画になるね。はい、あの、まあ、ちょっと塗り始めちゃったんだけど、はい、下塗り下塗り下塗りじゃない、はい、無給の男、無給の男、無給で、はい、無給の男、えっちゃん、言ってるじゃないですか。いいっすね。今日真面目な動画だろ。そうですね、真面目な、はい、真面目やるか、はい、ちょっと本当に下塗りのことをちょっとじゃあ一つ一つ、そうです、ね、まあ、解説してもらいましょうか、はい、これ今回は GoPro でね、はい、実際のこの塗ってるところもちょっと撮ろうと思って GoPro 使ってますんで、いいですね、臨場感ありますね、ちょっと面白いと思うよ、はい、うん、じゃあ解説真剣にやっていこうか。そうですね、はい、うん、そうですね、ちょっとまあこれ下塗りなんですけど、うん、まあ、サイリングで、うん、まあ、ちょっと目地が深いんで、うんうん、塗りづらいんですよ。お前塗りづらい、お前塗りづらい塗りづらいって、お前いつお前塗りづらいとか、人格食いましたとか言ってない。そうなんですか。いつもだよこいつ。なんかちょっとあれですね、お前が職長、お前取られたから、副職長役丸に取られたもんね。あ、そうなんすか、うん、副職長なれんかったんすか。副職長なれんかった。うわ、で、伏せとるもんこいつ。マジですか、やばいっすね。情報入っとるもん。ベトナム人にも負けるし、お前。あー、わかるわかる、なんかありましたよね、視聴率あんまり伸びんかったし。そう、ね、あれですよね。ちょっと言い過ぎなんですか、今日。え、ちょっと今日言い過ぎなんですか。いやそんなことないですよ。この前も思ったんですけど、はい、まあ、ちょっと言い過ぎだなと思って。いやいや、全然、まあ、あのでもね、社長あれ、いやあれ、いや、ちょっと、まあ、YouTube だからちょっと言い過ぎないですか。え、ちょっと、え、あの、え、いや、ちょっと、まあ、YouTube だからちょっと言い過ぎないですか。え、ちょっと、え、あの、え、これ嘘ですか。え、これなんすか、これ。いや、ガチっすよ。え、これなんすか、これ。いや、ガチっすよ。あ、え、もうちょっと謝ってください。あ、すいません、ごめんなさい。本当、ちょっと、言い過ぎじゃないですか。はい。失礼しました。気をつけてください。何やってんの？何やってんの、これ。ごめんなさい、ごめんなさい。どうした？めっちゃ怒られてない。めっちゃ怒られてない。もうちょっと言い過ぎだなと思って、ちょっと。うん、言った方がいいよね。もうちょっと。できるって言う。これドッキリですか、これドッキリですか。2人で寝たし行動だな、うん、え、やばっ。いや、今日は切れてみようぜみたいな。最近カメラマン調子乗ってるねみたいな。いや、リアクション取れない。これリアクション取れないっすよ、これ。